甲州無闘総合競技場野球場は、韓国の甲州広域市式宅にある野球場。韓国プロ野球、キアタイガースが本拠地としてきた。1965年完成、1982年に韓国プロ野球が発足すると、ヘテタイガースの本拠地球場となった。近年は老朽化に伴って、小規模な改修が繰り返されている。2003年まで外野天然芝。 内野は全面度のグラウンドだったのを2004年から全面人工芝とし、2006年からはグラウンドを拡張した。外野のセンターバックスクリーンにはグリーンモンスターと呼ばれる大きな壁があり、そこを越えないと本類だとは認められないルールもある。2011年末より隣の陸上競技場を解体し、跡地に新球場。 公衆キアチャンピオンズフィールドが2013年12月に完成した。2013年10月4日、無党野球場での最後のプロ野球公式戦を開催し、キアは2014年シーズンよりそちらに本拠地を移した。この野球場は2015年公衆で開催されるユニバーシアードの会場としても利用されるが、本球場も補助球場として利用された。 なお今後の使用計画は未定。公衆機やチャンピオンズフィールドのボールカウントはサブではなくビゾとなっている。ありがとうございます。